こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、初心者出品のコツ、失敗しない高額商品の出品の転売のコストはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。まずね、まあ、これはあの考えてほしいんですけど、1台ですね。1台販売するのがベストです。 で、1台販売することでどうなるかというとですね、この商品の、まあ、この商品がね、早く売れるのか、市場でね、と、えー、価値があるのかっていうことをね、まあ、手に取るようにわかるんですね。なので、まず1台ですね。まあ、例えばカメラでしたら5万円以上とか、まあ、10万とかね、いいかと思うんですけど、まあ、これらの商品をね、まず1台出してみて、早く売れるかどうかですね。 で、どのようにアクセスが来てるかね。まあ、メルカリだとですね、リサーチ機能ついてますので、まあ、それをね、見ていただければ、あの、市場の流れがわかると思いますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。まあ、それでもね、高額商品を出すのに、まあ、多少ためらいっていうかね、まあ、高いので、やっぱ怖いですよね。そうしましたらですね、まあ、100円ショップとかね、うちのいらないものですね、まあ、スマホとかね、 ま、スマホ関連、ね、よく売れますので、まあ、そういった商品をね、まあ、本とかね、試し、どんどん売ってね、まあ、あのー、慣れてい、いただいてから、高い商品ね、売って、売ればね、いいと思います。はい。では、ぜひね、お願いします。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマリニューをプレゼントします。登録してる際にですね、どなたかわからないので、 ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。で本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。あ、楽しかった。